はい、こんにちは、こんばんは。全科式応用編の別回紹介第2弾です。ね、まあ、タイトルにはコメント紹介としてるんですけどね、まあ、実はコメントをいただいたので、それをちょっと解説していきたいと思います。コメントってみんな見てくれてる？見てくれてるかな？結構ね、いろいろためになることを言ってくれてる人がいるんでね、ぜひ、まあ、コメントの方も読んでみてください。で、今回は、アット師匠マイナス V9M さんですね。これがまた、分数を表すのに、スラッシュとかね、それかカッコとかがかなり入り組んでて、パッと見、わかりにくいでしょ。わかりにくいと思うんですよ。で、それをちょっとわかりやすく、皆さんが普段見てるような、そういう形の式にちょっと書き起こしてみました。ね。だいぶ見やすくなるでしょ、ね、でもね、こういう書き方があるってことを知っておくのもこれから先役に立つと思います、ね。まあ、しっかり読んで、ね、そのコメントの主様の言いたいことをね、自分なりに理解してあげてください、ね。さあ、でそれなんですけども、このコメントなんですけども、実はね、これ非常にいいやり方なんですよ。いいやり方というか、本当に初めて見るような問題の時に、いや、こんなパターンやったことないぞっていう時に一番いいのがこのやり方。ね。そもそもこれ B1 って何かって、実はちょっと、もう書き込んじゃったんですけど、これね。実はこの本編の方で、まあ、もともとこの問題の解説をするときに、両辺の対数を取って、そして両辺をこれで割って、で、こうやって n プラス1で揃えるようにして、こっちは部分分数分解にしてっていう感じで、ここまでやったんですよ。ここまでやって、その後がいろいろ方法が分かれてくると、ね。で、今回紹介するのは、これを bn と置いたわけ。で、こっちは当然 b の n プラス1になると。だから、bn 足す b の n プラス1がこうなりますよっていうのが、ここの最初の1行目です。ね、この最初の1行目。ね。だからそれがまあ、スタートなんですよ。置き換えのその続きのところ、置き換えたその後の説明を載せてくれた。ね、解き方をね。で、まあ、こういうのね、ありがたく使わせていただきたいんで思うんですけど、皆さんもね、別解っていうのをね、やっぱね、いろいろ考えてね、答えが出たらもうそれで終わりっていうのは、はっきり言っても思考停止ですからね。いや、本当に答えが出た問題、自分が苦労して解いた問題があるとすれば、でももっと楽な方法あるんじゃないかなっていつも考えてほしいんだよ。ね。で、そういう意味では、まあ、楽とは言えないかもしれないけれども、でもね、やっぱり基本に立ち戻る。やっぱり数列って規則性が見つかれば、なんとかなるんです。その規則性を見つけるために、初項から第2項、第3項、第4項っていうのに求めてみるっていうのがあるじゃないですか。ね。それと同じように、この場合も、まあ、B、あ、こっち行ってみようかな。もうこっちいいかな。うん。まあ、B の2と B の3って計算してますよね。ね。こんな感じなんです。B の N、もともとの式が B の N プラス1は、一つ手前の項をマイナス、ね、マイナス1をかけた形、引く、で、分数2つを、ね、まとめて引いてやると。ね、その時に N、N で、ここの N とこの N が一致しているところがポイントです。そして、その隣の分母はプラス1です、ね。で、この規則に従いながら、B の2を計算してみる。B の2って、一つ前のマイナス。で、引く、1、1。で、足す1。ね。だからね、なんか1代入したもんだと、1を代入するって考えてもいいけど、やっぱり、ね、毎回毎回この式見るんじゃなくって、一つ前のマイナスと、分母ここが同じになるように、ね、1分の1足す2分の1のマイナスと引き算と。で、そんな感じで見てもらった方がね、まあ、この辺の数字とかの位置関係っていうのをね、見てもらった方がいいと思いますね。さ、でその結果がこうなるんですよ。で、よく言うんですけど、こういうのって2分の3って計算しないのがいいんですよ。計算せずに残しておくところが大事なところなんだよ。はい、じゃあその続きいってみましょうかね。B の3、一つ前のマイナスで引く。で、今度は2、2、ね、2、2で同じにしといて、プラス1で3分の1と。ね。だから、やっぱこの規則をまず覚えちゃうこと。規則を覚えちゃえば、もう式を書くのも早いです。ね。で、そうやって、この、
マイナス B2 っていうのは B2、これ B2 はこれですからね。ちょっと書き込もうかな。B2 っていうのがこれですから、ね、だからこれにマイナスをつけるとプラスプラスになります。ね、だから B1 でこれがプラスになってここもプラスになって変わって、ね、でその続きのここはもう移すだけです。ね、数学のテストが終わってうわ疲れたって言ってる人多いと思うんですけどね。あの頭使いすぎです疲れるのは頭使いすぎです。あのこういうね移すだけのところで頭使っちゃダメね。移すだけのところはもうさっとそのまま書くだけね。頭を使うのはここかな、この辺、まあ、最初の式作ったりそのちょっと代入したりするところ、そういうところだけ頭使ってメリハリを、ね、つけた方がいいよね。でさあ、まあそんな感じでこう来るんですけど、そこでね、あれもしかしてこれ消えるんじゃねえかっていうのが、ね、間が全て消えてくれる。ここで消えてるんですよ。ね、でこういうふうな、規則性が見えてくれば、これかなりいけてるぞと、そんな感じになってきます。ね、さあ、で、その続きなんですよ。でも B4 自分で書いてみてほしいんですよね、実はね。書いてみてほしい。まあ一応書くか。ね、B4 といえばマイナス B3。で、引くことの3だから3分の1のさらに4分の1をこう足すことになります。ね、で、じゃあ、この B の3のマイナスだから B の3って、これが B の3ね。また重ねて書かないといけないな。ね、これが B の3なんですよね。ただもうこれ消えてますから。ね、これ消えてますからね。消えてますからね、うん、消さない方がいいのかな、ちょっと微妙なとこだけども消しちゃうよ、ね、消しちゃうよ、マイナス B の3だから、はい、これにマイナスつけます。でこのマイナスつけます。でこれマイナス3なんですけどプラス3になりますね。3分の1かね、マイナスつけるから。で引く、この続き引くカッコ3分の1足す4分の1っていうのはもうそのまま書くだけです。今度は写すだけだから左手を使ってください。左手でこうやって今ここを計算してるぞっていうふうに指で押さえといて、で書き終わったら手を動かして、よし次ここに行くぞ、よし間違えずに写そうねってな感じでね、左手を上手に使ってもらうのがいいと思います、ね、でそうするとあまた消えちゃったよ、嬉しいな嬉しいなってことになるの、ね、さあどうだろう。ここでこのまま行くと N 番目ってどうなるのかな。でそこが、まあ、一番のポイントになってくるんですけど、ここで気づいてほしいことがあります、ね、これ最後この、あの最後のやつ、これ実は符号をどこに書こうか、書いた方がいいかな。マイナス B1 マイナス1で、マイナス2分の1、ね、でこれもちょっと書いとくね、やっぱね。B1 プラス1マイナス3分の1。結構ギリギリじゃない？いけてるか。で、これもね、これもね、マイナス B1 マイナス1マイナス4分の1。うわ、本当にギリギリじゃないかな。大丈夫か。うん、ということでね、ここでね、この緑で書いたやつ。でここを見ながらちょっと法則を見つけてほしいんです、ね、そうすると最後は全部引き算、ね、しかも2分の1、3分の1っていう引き算が最後に来てます、ね、でもう一つこの2つ両方マイナス、この2つ両方プラス、でこの2つも両方マイナス、これね符号が一致してるんです。この冒頭の2つっていうのかな、最初の2つの、ま、文字というか、ま、部分がね、この部分が符号が一致してるわけで、しかもマイナスからプラス、さらにマイナス、符号が変わると、毎回符号が変わるということで、例によってこれが出てくるわけよ、ね、これが出てくる。符号の変化はマイナス1の n 乗またはn-1 乗で処理することができる。で、まあ、なんでマイナス1がついているかっていうと、偶数の時にマイナスだから。ね。だから偶数引く1で奇数になるようにしてやればいいわけね。偶数。あるいは足すでもいいんだよ。足すでもいいんだけど、まあ一応引くにしておきましょう。ね。
で、そうやって、まず符号の変化をここに書き込んで、で、次は、まあ、これって結局マイナス括弧の B1 足す1なわけよね。ここもね、マイナス括弧 B1 足す1。つまり、B1 プラス1、B1 プラス1、B1 プラス1は毎回変わらないの。ね。わかるかな？変わるのは符号だけ。ね。で、最後は、マイナス2分の1、マイナス3分の1、マイナス4分の1。常にマイナスで、しかも、この、ここの2と分母の2が一致しますと。だから、N に対して N 分の1というふうに法則が見えてくる。ね。というふうな、途中書いてみれば、なんか消えてしまったんだけどっていうふうな感じで、ね、最後に書いてはね、B1 のプラマイが、グー、キで分かれることに注意するとって、まあ一応最後まで答え書いてくださったって、くれてたんですけど、まあちょっとそこは省略させてもらいました。ね。という感じなんです。ね。で、あとは元に戻せばいいから。ね。あとは、ちょっともう一応、これで終わりにしようと思ってんだけど、まあこんな感じだな。ね。ね、これが今のね。こんな感じで、ね、はい、あとはちょん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 省略です、ね、さあ実はねもう少し付き合ってほしいんだわ、ね、初項第2項第3項第4項でそこで法則を見つけてそれを式に直して式で表してやると、ね、こういう方法が一つこれとても大切な考え方なんでねぜひともね普段からこういうのを試してみる、ね、とにかく手を動かすことをね惜しんではいけませんね、とにかく手を動かしてください、ね、いろいろ計算もう試行錯誤で、ね、でそのうち何か法則が見つかればそこから先は答案作りに専念すると、ね、そんな形でチャレンジしてもらいたいと思います、ね、で実は今のがこれでしたあもう書いてるね今のね、B1 の次に、B1 は書いてないか、B11 でしたね。B2、B3、B4、ね、第2項、第3項、第4項で、その法則に従って、第N 項がどう表せるかなっていうふうなやり方をしたわけ。ね。これ、逆からやることもできます。逆から。逆って意味がわかるかな。ね、これは、B2、B の3、B の4っていうふうにどんどん増やしていった。で、これはね、逆なんです。bn からもう始めて、もう計算、とにかくやって、最後までいけば答えが出るぞっていう、そういうやり方です。ね。これもね、そうだな。もしの回答なんかでもね、こんな形でやってあるものがよく見られますね。うん。まあ、元の全化式と比べながらいきましょう。元の全化式が、ある項の一つ前のマイナスをつけたものに、それから、この分数の和を引いたもの。ね。さらにこういう形で、さっきと同じ法則なんですけど、これをね、そのまま N にします。つまり1個減らせば、これも1個減って、全部1個減らした値になって、こういうスタートになります。でこっからがスタートです。ね。で、何をするか。何をするか。ここはね、大したことしないんですけど、まあ、とにかく、あえてこれ、カッコ外してるんですけど、カッコ外した方が法則が見えやすくなるかなと思ったの。ただ、そんだけの理由。ね。で、今度はここをね、一旦ここで、最初の変形、あと、これちょっと邪魔だな。最初の第一段階は計算終わり。ね。で、今度は、ここに、今度はこれをね、全化式を使って、これを計算すると。あ、計算するというか、まあ、書くだけだ。ね。B の N-1、まあ、マイナスはそのまま。とにかく、そのままのところ。だから、このマイナスの最後の2つの分数もそのままです。何も変わらないんです、ここは。変わるのはここだけですから、だから、ここを1つ前のマイナス。そして、こことここ分母が同じになるようにして、で、足す1の分母で、ね、引く括弧か、括弧の足し算ね。この形で。この形をここに書いてやる。で、そうすると、やっぱりここが、符号確認しましょう。n-1 分の1ってマイナスなんですけど、もう一個マイナスがあるからプラスですね。ね。プラスのこれ、引くこれで、これが、ここが消えると。さっきと同じようにやってるんですけど、こう消えていくわけ、これが。ね。さあ、残ったのがこれです。ね、残ったのが。はい、プラスで、
b の n-2、 それから、これもプラス、ね、n-2 分の1、ね、でそしてこの残ったのがその最後にマイナス n 分の1が残ってます。ここだけ消えました。でさあ次もう書いちゃいましたけど、もう書いちゃったんですけど、どうこれやってみて、やってみればね、実際にやってみればもう分かるんですけど、ここまで来たらだいたいね法則がもう見えてるんですよ、ね、最後のところはマイナス n 分の1で変わってないぞとか、最後のやつは変わらないんだ、消えるのは途中だもんね、消えるのは途中なんだから最後の一つはもうそのままずっとね引き継がれていくんだよ。でとなればこれも最後はこれ残ってるはずだと、ね、でそしてここもね、ここもさ見てもらおうかな。この2つに注目してほしい。でさっきとよく似てるでしょ。ここもね2つまとめて、この2つをまとめて、ここが、マイナスで、ここはプラスに変わってる、でここもマイナスになってると、符号の変化がここで起こってます。でそして全部一つずつずれていきますね。一つずつずれていくんですよ。でそしてこれでいこうか。だからまず符号の変化ね、符号の変化です。だからそれはもうマイナス1を使うことになります。マイナス1の果たして何乗になるのかなと、ここだな問題はね。で最終的に、最終的にはね、n-1、n-2、n-3、どん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 右下の数字が減っていって、最後は b1 まで来るわけ。ね。どん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 減らしていって、b1 まで来る。ね。で、その時に、じゃあ符号かプラスのやつ、ここを見ようか。ここを見よう。ですと、b 何々プラス、この同じ数字が、n-2、n-2 で同じ数字が来る分数ですから、だからこの場合も1分の1になる。1分の1。っていう風な形になります。どう？ここわかる？ね、こうやって、もうとにかくもう法則をきっちりきちんとね掴んでね、こことここが同じだぞ、ね、だからこことここが同じだよっていうこと、ね、もう全部そうでしょ。 n-3 n-3 で n-1 n-1、ね、今一番わかりやすかったのが、まあ、プラスの符号だからこれでやったんですけど、全部そうです、ね、添え字の部分とね、から分母同じです。で、そうやって、最後に、マイナス n 分の1はもう毎回登場するから、もうこれでいいんですよ。さて、問題はここだけ残っちゃった。これ何乗にするべきか。ね。まあ、ここでもう答え書いてるから n-1 乗なんですけど、その n-1 乗をちゃんと自信持ってやれるかどうかなんだよね。ね、自信を持ってやれるかどうか。さあ、そこで一つやってみてほしいのが、ここなんです。これね、マイナスでくくってます。くくります。マイナスでくくります。こうだな。これもマイナスでく、あ、これはくくらなくていいんだ。くくらなくていいんだ。一応書きます。こんな感じ。で、これマイナスでくくりましょう。ちょっと長くなってごめんね、うん、こんな感じです。だから、符号が分かりやすいように、ここマイナスで、ここプラス、ね、マイナス、ね、で実はここでね考えてみてほしいんですけど、このマイナスをここで、どう言えばいいのかな、これにマイナスを一回かけたんですね。一回かけてるわけだから、まあ一乗と考えてやってくれ。ね。こいつに最初にマイナスをかけたわけだ。ね。で、その結果にまたマイナスをかけた。ね。このマイナス一つにさらにマイナス一をかけてるから、ここは、ここにね、マイナス一の二乗が入ってると思ったらいいのよ。ね。で、さらにまた掛け算、マイナスをつけるから、ここがマイナス、このマイナスは、マイナス1の3乗だと思えばいい、ね、そうするとここに何が入るかが分かってくる。さあ見て、ここ見たら分かるかな、うん、まあいいや、これ1ね、1、これ2、3、こっちは増えます。それに対して n-1、n-2、n-3 は減っていきます。片や1ずつ増えて、もう片方は
1ずつ減っていく。それ足せば、足せばいつも同じってこと。ね。足せばいつも同じ。足せばいくらですか？これ足す？これは N ですよ。ね。ちょっと映ってないね。足したら N。で、これとこれも足したら N。だから、この3と、マイナス1と3乗の3とこれと足したら N。だから、こことここも足したら N だから、N-1 乗っていうふうに考えてやればいい。ね。よろしいですかね。このね、和がいつも一定になるっていうのは、これ結構出てきますよ。いろんなとこに。ね。で、これまあ、1たす1で2。まあ、こんな感じになるんですけどね。いいですかね。符号の変化はマイナス1。符号書いとこうかな。符号の変化はマイナス1の n-1 乗とか、マイナス1の n 乗、ね。こういうのを使って符号の変化を表現すると。ね、符号の変化。いいですかね。これはね、絶対覚えといてね。ね。プラス1でも、これプラス1でもいいし、プラス2でもいいんですけど、やっぱこの辺の法則がから分かりやすいように、一番分かりやすいものを書いてやればいいです。ね。はい。まあ、そんなところにしときましょうか。これ話をするとキリがないんでね。まあ、まだね、こんな解き方もあるんじゃないかっていうのがあったら、またコメントください。あ、そうだ、一つお願いがある。これどこの大学の問題か分かる人、知ってる人いたら教えてください。ちょっともう一回ね、その辺の大学についても。どこなのかなってすごく気になってるんですけど、ね、はい、よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。